即死じゃないですか。そこにスターリンクを持ってきてるんですよ。移動市場局として。だそれは結構役に立つと思うけど、まあ別にそれはあんま関係ないよねみたいな。なるほど。関係あるか。だからそういうところでは、ホリエモンの要点まとめチャンネル。あのちょっと AU のスターリンクスマホでつながるっていうのは SMS とかしかつながんないですから。なんか。 あの人工衛星から自分の iPhone が au だと繋がるみたいな印象あるんですけど、うん、実は全然違いますよね、うん、あ,れあれはスターリンクの衛星そんなにあのアンテナでかくないんで、うん、あのスマホのアンテナだとあ、はい、これもう僕宇宙の話なんで、はい、あの言うと、うん、その大気幅っていうかそのどれだけのスピードが出るかっていうのは、うん、宇宙局の大きさかけるの地上局の大きさかけるの電力なんですね。はいうん そのダウンリンクはまだいいわけそれなりのワット数で送れるしダウンリンクだからコンテンツはただ見るだけだったらまあまあスピード出せるんですけどそれでもだからアップリンクはもうちょっと無理だよねすごいちっちゃいからアンテナが小さいんでこっちの方のでスマホの電力だと全然出ないんででしょ もうだからすっごい遠くの星を見てるみたいな感じですねイメージで言うとはいだからあのまあスターリンクのアンテナが例えば半径1キロとかさそういうでっかいアンテナに将来的になると思うんですけどそれはまあやっぱ何年も先だと思うのではいだどっちかっていうと au はスターリンクをどのように使ってるかっていうとつまり光ファイバーを通すのがめちゃくちゃコストがかかって 割に合わないエリアってあるんですね。山の中とか、そういうところにスターリンクのあの地上局を置いて、で、あの携帯電話もとつなげる。だから結構 AU って最近そのスターリンクで、あのあれやってんの、フェスとかで。へー。あ、もうあのアンテナを置いてるんですか。だから例えば今回の別本のシャーフェスみたいに街中でやってる場合は、まだまだ結構つながるんだけど、こうなんか。 田舎の公園とかかででやったりしてるじゃないすダンスフェスってフジロックとかさそういうところってもともと基地局がほとんどないからすぐいっぱいになっちゃうけど即死ですね即死じゃないですかそこにスターリンクを持ってきてるんですよ移動地上局としてだそれは結構役に立つと思うけどまあ別にそれはあんま関係ないよねみたいな。 関係あるかだからそういうところでは au、うん、まあだから堀江の,、うん、の最強ワ i f は au もつながるんで別に関係ないですよこれ持ってこ、ね、かりました、まあ、将来的には例えば衛星から直接スマホにのポージュエリティーぐらいの速度で引いてってことも可能なんですかね、うん、そうなんですよだから僕のうちのロケットの会社がやろうとしていることはそれ通え 関係1キロのアンテナとか地上から打ち上げたら大変そうじゃないですかだからあれ一つ一つのアンテナ素子をちっちゃなのピンポン玉みたいなやつをギュッと箱の中に入れてで宇宙空間でこう展開するって、うんうん、であの電波ってのは波長なんで、うん、あ波長とか波なんで、うんはい、この電波のこ,うこれが波あの周波数の,あの波長なんですけど、うんはい、この波長の半分 以下の組織間の距離だと電波って送受信ができるんですよだから、まあ、この辺の、まあ、プラチナバンドあたりだと数センチメートルとか、うん、それぐらいの波長なのであのこれぐらいの間隔で阻止をやれば、うん、れだからそうすると、うん、あのスマホで、まあ、4G ぐらいは出るよねあ